本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小流祭です。本日は、スローループ、第7話を称して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。結婚式すって、みなぎ家のですかみなぎご夫妻のですかああ。ええー、なにそれぞれな、な、 はい。で、全然違うんじゃん。かわらしいですけど、全然、その、範囲違うんじゃないですか。まあ、ぜひ一緒にやってほしいですけどね。変わらしいですね。随分仲良くなりましたね。そんだけで、恋さんは何しに来たん恋さんのあの、ね、夏仕様の、 あげてる紙めっちゃ可らしいですけど、それがそもそも結婚式の、えー、企画かなうん。多分、新たに夫婦になられた、みなぎご夫妻の結婚式をちゃんとやりましょうっていう話があるのかなでね、まあ、これ普通なんですけど、で、アニメソアさんでちゃんと今回結婚式になってましたんで、そうなんですよ。うん。 あのー、サブ隊とサムネが事前に視聴者が本編見る前に情報の断片として提供されるってことを分かってますよね。なんでそれ <laughs> これデーアニメストアさんだけですよ。ああまあねそう前回その一方その頃海外ではっていうね字幕ではほんと評判悪いファニメーションさんがそんなところもあんたなんかやらかすのっていうこともご紹介したばっかりですけど。 こんなに同じところで同じミスを繰り返すのってデアニメさんだけですよ。まあ聞いてない。私が知らないだけかもしれないですけど。さあ今回そのね。これは意外だったわ。でもそうっすよね。それあって当然なんだけど。さあ。んあ、ぜ、どっちからやったって言っちゃうどうせ、どうせ両方をやんなきゃ、どうせ両方やんなきゃいけないんだから。なるほど。 さすが、うん。コイさんいたら大抵の問題は起きる前に、か、えあ、よろしくお願いします。よろしくお願いしまーす。あの、グリーンティー、カウフィー、グリーンティー、カウフィーの再来にはならなそうでよかったっすわ。まあ、習ってたって。どう、お、うん。 オーケーオ o ケーオ Let's go with that. それがもう日本語とかそういうのはまだ。あー悪くない。うん。It's hot today. あ、えあー悪くねえなー。えなんつって、うん、うん。あでも、全然いい。全然いい。あのー、うん。 ちょっと舐めてたわー。あどれラリーね。ブルーレイティーです。ブルーレイティー。うん。ああ、ブロレーレそう、私も知らなかったっすわ。あの、ビタバーレーってあるでしょあれなんですよ。ご飯に混ぜる。うん、悪くないなーやるな日岡オさん。うん。<laughs> なんでいつもティーでギャグが生まれるんだ グリーンティー、コーヒーもそうでしたけど、今度は麦ティーか。うん、これはまた伝説のティーセリーズに加わりましたね、一個。意外と評価さんやるし、小春、うん。よく知ってんな。面白い、やっぱ。うん。あの、ちょっとしたギャグの、っていうか、え、そうだったんだ。うん。はい、あ。 そうっすね。まだやってないのが意外なぐらい、はい。あげる。<laughs> あんたお父さんにはあんだけさ、眠ってるやつ勝手にあげてとか、まあそう。それなんで前回缶釣りね。管理釣りぶりね。あ。番号で言うんすね。なるほどね。うん。LINE の重さ ?LINE の重さにも。なるほど。うんうん。うんうん。 先端30フィートはー、あ、フィート。<laughs> なんでイギリス発祥なのに。あ、へー。知らんのなんで、そのフリーダムユニッツについて知らないのあんた。これがさ、くしくも今回ご紹介するディスカッションの中に、海外の反応で、なんで、 米国でしか使ってないフリーダムユニットを使ってんだっていう話がありまして、まあ、前回のね、気温38度が100度に変えられてましたよね。なんでかっていう話を。後で申し上げますけどね。うん。でも、なんで米国に渡ったんだろうな、そんなもんの決定権が。はい。はい。え結婚式ですかはい。おー、愛子さん出てくんのか。あい。うん。 よく覚えてますね、まあそれはそうか当たり前 <laughs> まだ愛子さんにもまだ言ってないのーうーんうんまあどっちでもいいんじゃないですかああまあそういう考えもあるしあのなんか用事がだったら行ったらああそうだったら言えばいいしうんまあそれはあるんだけど 私だったら、あのー、その時点で愛入れない場合は、うん。恋 <laughs> さん、本当にこういうこと積極的にやってくれるし、いろんな解決をしてんな。うん、うん、うん。うん。これがこんな、なんか、大層な話になるっていうのがね、私は、 よよくありますすけど信じらんないですよねうん別にそれで否定されようがないしようが構わないしそれで他のことまで否定するようだったら友達やめれえだけの話であってそうじゃなければ別に興味なかったら無理に一緒にやる必要もないしぐらいの感じなんですよねこの辺のことは本当にうん 愛子さんのことは今のところあんまり出てこないですけど、結構、うん。やっぱそういうの好きなんですね。うん。お化粧をしたがったりとか、大人と遊ばを遊ぶのが、やっぱああいう、いわゆる混ぜってる混ぜたことが好きなう、はあ、ありますよね。うん。かわいらしいし、 うん。いちかさん、お店はいいのかな大丈夫なのかなうん。まあいいや。その辺は。<laughs> びっしょ。はい。はい。うん。お。じゃあちょっと釣ってみようか、みんなで。あおお全然その辺嫌ではない。はい。双葉さんが、 どんぐらい詳しさを隠さずに、はあ、はぁ。まあ、それはだって釣り堀なんでしょう。うん。何が、あ、ああいうのああいうの私が使った主に使った、リールをね、くるくるした経験もあまりありませんし、あんなんでして、私が子供の頃、一番やってたのは、あれの竹のやつですわ。おぉ、いけた <laughs> 来ないと拾えませんね。うん。ああはは。<laughs> お前なんでもう、そう、プロ目線なんだよ。ねえ。何をもう釣りのクロー目線なんだ、貴様は。ああ、うわはははは。<笑><笑>まあでもほんと最初、うん。よかったっすね。うん。そうっすね。頼りになりますね。うん。うん。 うんまだわかんないっすね。あれで、なんで双葉そのどできんのみたいな。信じらんだよ、みたいな。へえ、味バーガーだっ。ええ今、<laughs> なんであの、マスコットがアップになってんだ。な、え釣ったやつをすぐ上げて、バーガーにしてもらえんのはーん。うん。<laughs> あんた、うん。リアクション芸の人ですかうん。 でもこういうところでひを壊これだったら嘘はい味盗んでいきそうえ超すごいじゃんいいなあ,あでもおお結婚は結婚式はなんかどっからつながっていくんだろう後半かなうんうんうん <laughs> つったやつ同,同じらいいんじゃないですかうん あ、やっぱ、細かいけど、肌の色違うんだな。うん。うん。そ、あそう。まあ、アイコさんが、大事だから、ためらうのかもしんないですけど、うん。まあ、ちょっと誤解される、うん。誤解される、うん。ああ、そうなんだ。まあ、それはあんだけね、一緒にいる、 うん。なあ、なるほど、なるほど、なるほど。それ <laughs>、それを誰だって作りたいねえのではわか <laughs> んないですけど。かわらしい花。そうっすよ。まあ、それもあるし、うん。お互いの好きを尊重できなかったら、それはもう友達やめた方がいいのではと。まあ、それは私が冷たいんですかね。人間に対して。うん。かもしれないですね。人によるか。 その友達というか、ご縁になった人間と、その人に、うん。そうっすね。まあ、お姉さん,、うん。お姉さん、仕事、お店は、せ、ああ、はい。まあ、間違いないじゃないですか。うん。少なくとも、いちかさんにとってはそうなんだから、はい。まあ、お姉ちゃんだってわかんないこと、うん。 えあ、そうなんだ。あ、それは、ちょっと、わかるわ。うん、びっくりしますね。うん。うーん。感覚、うん、兄弟だから、あ、はあ。感覚的には一番知っていておかしくないというのとの、現実とのズレがそう感じさせるんですかね。実際は、別個の人間ですからね。 ふーん。まあ、その感覚も違うから。うん。当たり前だろうが。邪魔すんな、貴様は。っていうか、あんたがまず行くことを考えたら。あんた行けんの <laughs> ひどい。ひどいし、大きなお世話かも。おーお姉ちゃん。おーお姉ちゃんに対して、わかんないですけど。ああなるほど。その、 お姉ちゃんの、嫁に行くのかなーの話と結婚式関係あるんすかなそっから、ああ、はは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 まあでもひたすら可愛らしい話でしたね。いやーまだこんな、可愛らしいことがあるとは。うん。やっぱ、大自然を相手にしてないから。はい。え、はい。 そうなんだ。やっぱり、川の文化、なの、んー、イギリス発祥なんでしょうなんでイギリス発祥の釣り方の、いろんな単位の決定権が米国に渡ったんだろうか。フリーランミニッツ、うん。結婚式ははい。そうっすね。なんか、僕たちの冒険はみたいな感じですごい、うん。 ああ、ああ、ああ、すごい今。懐かしい。こんなんすよ、私が。で、あのー、本拠地、そうっすね、そうしましょう、ぜひ。こういう、うん。もうちょっと、急流でしたけど、まあ,ーあー、あんな感じの、釣り堀ありますよね。 うんうんうん。ああいう風に、せき止めてある釣り堀とかもあるし、うん。稚魚稚魚じゃねえじゃん。うん。<laughs> ね。あそっからもらっちゃえばいいんじゃんっていうね、思う、うん。思うから。だから私、釣り堀って、うーん。なるほどなるほど。怪我してない。うん。うん。怪我心が薄い。うんうんう、はあ、ん。は、な なんだ、貴様の、うん。それ普段のフライだからさ。そうなんですよね。だから、私、まあ釣り自体もそんな興味ないですし、可愛いって道具があればやるかなってぐらいな感じなのは、まあ、買った方が安いかどうかはその時意識してませんでしたけど、買うのは一番なのでは。うん。うんうん、うん ほぉ、ーなるほど。えそうなのうん。フライの、ああ、だから、あ、そんな見抜かれんだ。そうなんですよね。あの、魚のかすこさっていうのを、堤防ですごい叩き込まれたんですよ。我々、メンディングメンディングって補修だけど。はい。うん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 。 なるほどなるほど流されるんだけどその流れがフライを蛇行させないようにまっすぐえー、なんであれはあなるほど着水させないようにそーっと下ろすんじゃいけないあそうするとえはい遠投できないおおよか <laughs> お姉さん何やってんすか石川さんは え、あの人何やってんすかは、はい。別に全然どう、そうっすね、そゃそうでしょうね。世界一変わらしい、うん。妹からのプレゼントから、うん。全然、うん、<laughs> 全然いいんじゃないですかうん。うん。うはい、あ。うん。結婚式は。うん。あ、その話ね。 結婚式やってないからじゃないうん。ああ、そういえばそうか。うん。あんま、うん。はやっぱ、手の感触ああ、いいんじゃないですか。手の、えだから、再婚式1個つけてないうん。 まあ、そうかもしんないっすね。子供に気を使って言ってないでしょ。そもそも、うん。うん。結婚祝いをしてないのか。け、やっぱ、だから、結婚式やりましょうっていうことを。うんうん。まあ、うん、なるほどね。いやー、うん。顔合わせの時のあれっすか。まあ、 どーん、まあ、はい、全然いいんじゃんはい。だいぶ本格的なものを、ああ、いいっすね。だいぶ、本気で言ってんのはい。相当だぜ。一日がかりじゃないの買えばいいんじゃん。<laughs> 最悪。 いやあ、そう。うん。まあ、お <laughs> なんで。これはさっきの英語のくだりの名残ですかうん。不騒動にするんだ。これまでのあらゆる英知を。これまでに学んできた全てをこの一瞬にかけるんだ。私たちの探していた本当のソローループは、これまでに学んできた 技術だったんだみたいなそのぐらいの勢いでああだって結婚式さってさまあいつかみたいにご近所の皆さん呼ばないにしちゃって相当いるしこれは普通ね結婚式だあ,あまあさどうだったんだろうほうああ白い服ね <laughs> な うん。もう二人の子なんすよ、お父さん。ごめんねってことないんですよ。お母さんの子でもあるんですよ。うん。なるほど、なるほど。ヘビアうすス。ははは、細かいよ。結構おめでとうでいいっすよ、もう。そん、うん。な、まあ、それは間違いないですね、うん。なんでえなんでですか 全然いいよすけど、ですかありがたいですけど。さあ、何できたかなうん。鮎とかですかはい。カプレーゼ。知らんな。あの白いの何玉ねぎ。はい。何すかひよりさん。うん。ああ。はいぜ。え、普通じゃないなんか、はっ。コアルズキッチン,ンですね。はい。まあ、ここは間違いないでしょうね。 うん。うんうんうん。ソテーですかはい。はいムニエルですかはい。えー、難しいっすよ、これあ。手順ね。よく全部頭に入ってるよね。はい。ムニエルね。ニジマスのムニエルね。あまあ、ニジマスっすよね。かーっつったらね。ああいうか、ニジマス。はい。 そゃそうでしょうね。はい、ここにいます <laughs>。こちらに <laughs>。うーん。ほう、どう、えそうですね。それは間違いないでしょうね。うん。すごいよな、本当に小春って。うん。うん。小春がしたんでしょ全部。ああ。 超過もだし、それの調理も完璧にできて、な <laughs>。日よその顔は何なんだ見たことない顔だぞ。ああ、よかったっすね。最高の結婚式になったんじゃないこれ、誰、つ、はい。誰っすかあれ作った。これもこれっすかはい。へえ。世界一あったかい結婚式がここにありますね。ああ。指輪とか、どう ちょっと昨日は <laughs>、ちょっと昨日は結婚式で大変でしたからね。はい。手延べそうめん。うん。<laughs> なあうん。っていうか、今回日和の面白い顔、昨日したじゃないですか。うんあんなに盛大で、そうっすよ。あんなに輝いた式が今後できるとお思いですかあなた方。やったご、やったかわかんないですかああ、そうっすね。 指輪の話とかもどっかで出てくるんですかね。そういえば、お父さん。あ、はい。うわぁ。で、つがいの、何の鳥かわかんないけど、飛んでいくっていう。綺麗な演出ですね。この作品、本当にね。いやあいい話だったなー前回は本当にね、あの、栄養に出ましたし、割とあっさり。なんか、ね、こう、こうぞということもなく。 船出して、割と大掛かりに、ね、あのー、もちろん前回のディスカッションのお話をするときもですね、フィッシングボーイさんいらっしゃいまして、ボット 1K さん。前回は、A4 に出たんですけど、特になんか新しくご説明申し上げることもなくみたいな感じだったんですけど、まあいろいろありましたけど、でも、あのー、 巻き絵したりとか、さらにその水を撒いて魚の群れに見せかけるとか、すごい、いろいろ、ダメ押しの手段を重ねていってるっていうね、ぐらい言われてましたけど、あれもありましたしね。でも今回はぐっと戻ってきて、登場人物とその人物同士の関係と、その変化と、 で、前進ですね。さらに深めても行くんだけど、もっと家族として深まっていく。そういうお話だし、まあ、変わらしかったな。これどこっすかおきみはい。双葉さん、そういえば、あのー、ああ、待って、ちょっと待って、うん。まあ、そうなりますよね。どこ、ここ。誰かの実家か 一回メカラパーさんのおっしゃってた小春のフロルサートですか <laughs> すごいですね。だったらあのね、この作品を相当気に入られてるメカラパーさんですけど、まあ本当に出てきたじゃんっていうね、反応なるかな、次回の。<laughs> 次回のさらにね、見終わった後ですけど。いやー、今回変わらしかった。本当に変わらしい瞬間託されましたしね。うん。双葉さんいいっすよね。ああいう人に特有のボーナスキャラ感というか、前回ね、 意外にもいらっしゃらなかったですし。まあ、それもやっぱり愛子さんだったんですかね。わかんないですけど。ねえ、今回、もう冒頭からいらっしゃってて、あ、今回双葉さんいんのかっていうね。まあ、人数増えて本当にお話の幅もそうですけど、その人物同士の関わりのね、視点とか方向性とか幅とか、やっぱり広がりますんで。いやー、そうで、こん中にね、今回は結婚式を開こうじゃないかっていう素敵な提案ね。やっぱりみなぎご夫妻の結婚式だったんですね。 はあ、これは、いい構成だわ、今回。まあ、カーらしい本当とに、愛子さんが意外なぐらい、ね、あの、いますよね、本当にね、クラスの女子の中でも、本当に、早く大人の女性になりたいっていう、憧れを持ってる、必ず、何割かはそういう女子のグループがいて、お化粧したりとか、あの、ファッション雑誌とかね、回しを見せて,って、とにかく大人っぽいみたいな、それが良しとされてる、なんか価値観の、 女子グループとかありますよね。だ割とそういう特に女の子っぽいことだし、さらに大人の女性っぽいこと。で、おしゃれとかお化粧とか大好きだったんですけど、あのね、マニキュア <laughs> 塗り合いっこしましょうは可愛らしいですけどね。とかね。でもそういうのとはちょっとね、そういうキャラからは先入観としては意外な感じも受けますけど、結構友達の特に双葉さんのこと、 よく見てて、で、そういう友達関係にありがちな気を使ったりとか、隠したりとか、相手に合わせてしまうとかね、過剰にとか、で、悩んだり、自分の好きを我慢したりとか、そういうことを読んでて、で、双葉さんにそういうことを言えるっていうのがね、意外でしたわ。いやー、かわらしい、本当とに、すごいですけど。うん。これはね、何回かありましたけど、この作品では、まあ、本当に、ユリシッピングが好きな人は、 今回良かったんじゃないですか。で、そういうシッパーどもが嫌いな、えー、代表格かどうかわかんないですけど、エクスリーグさんとかね、のんのんビょリ劇場版のリアクションの時にね、おっしゃってましたけど、そういうシッピングが好きな連中は好きにしたらいいと。ただそういうシッピングを嫌う権利だって、俺たちにあると。そういう人もね、後半の結婚式は本当に、いろんな話ありますけどね、結婚に関しては。最高に関してもそうでしょうけど、うーん。 ちょっとこの、みなぎご夫妻っていうのは、あんまりアニメでは見ない特別な、珍しい関係でいらっしゃいますし、結婚したてっていうね、再婚したて。で、その二人の再婚が、このそれぞれの娘二人を姉妹にするという、非常に珍しい状況なんで、これは、夫婦になるということと、娘二人を含めた家族として、 その形を作っていくということを同時並行でやんなきゃいけないっていうね。だから、みなぎ家は家族になるためにやんなきゃいけないことがいっぺんにたくさんできるというね、状態なんですよね。今ね、珍しいですよね。でもだから、そんな出来たてのまだまだ家族になるためにやんなきゃいけないことが山積みなんで、それを今から全員でやっていけるんですよね。みんなで今から家族になるためのいろんなことをしていけるっていうね。 だから全部の家族になっていくその家庭まで含めて全員が思い出を共有できるというね、うん、でそういう状況にあってそれを最大限に生かそうっていう心を持っている小春日和の <laughs> 小春日和の2人ですしその2人の周りには特に小エさんはそうですけどいろんな素晴らしい助言をくださる人がねいらっしゃいますしそういう人たちにいろいろ助けてもらおうというね教えを請う,うことができる。 ああ、素晴らしいなあ。大変なことがあって、新しく家族になるのはまた大変なんですけど、そういう中で最大限前向きに、そういう状況の中、過ごしていける人たちですね。で、その素敵さが今回、たくさん出てきましたね。というね。ま、あ他にもね、振り返れば、またいろいろ出てくるところがあるでしょうけど、一旦また前回から今回までの間に、いろいろありましたんで、そちらをご紹介します。まず、翻訳字幕関連ですね。 また色々あ、りまました。まあ、細かい話なんですけど、やっぱりちょっとね、あのー、クランチョロルさんの字幕は、なんか変だったりとか、下手だったりとか、苦肉の策を二点三点差したがために、結局、最初のちょっとつない発想よりひどくなってしまうっていう、いろんなことが透けて見えたりとか、面白いこともあるんですけど、まあ、クランチョロルさんのは、ウィーブネス高いす、すごくね、その、すごくアニオタっぽい、 ですし、よくバカにもされる、ネタにもされるんですけど、でも、面白いことが多いんですよ。で、やっぱりアニメのノリとしては、その、アニオタのノリ、ちょっと痛いってね、言われることもあるんですけど、でも面白い、よく慣れてる、馴染んだ感じで、で、やっぱりアニメ好きにはね、なんだかんだ、バカにもされますけど、評判良かった、フランチローさんの字幕に対して、ファニメーションさんは、 お前らアニメに関わるのやめてくんないって言われるぐらい <laughs>、ひどいことが多いんですよね。全然その、大事にしてるかどうか。まあ、ひどいことが多いんですよ。アニメーションさんの字幕は。あのー、たまにね、たまにというか結構ちょいちょい、よく,よくこんな文学的に教養も深くないといけないし、文筆家としてプロの経験でもあるんじゃないかっていうぐらい、すごい役になってることもあるんですけど、そういう凄さがだ無しになるぐらい、 とにかくひどいこともあるので、ファニメーションさんの作品の場合は、結構警戒しながら字幕は見てて、で、実際、語訳というかなんというかね、ありましたし、そっちあるんですけど、前回はそういうことなかったんですけど、気になっていたところがどうだったかとかね、ちょっと字幕関連で面白いことが面白かったりとか、ちょっとその方針が見えてくるところがありましたんで、そちら。まず、ゴリゴリくんです。ゴリゴリくんでした。というね。うん。これは、そのままでしたか。で、 えーさて、私が一番気にしていったシーラの漢字ですね。シーラに漢字があるっていうのね。シーラの漢字、どうする魚編に熱いと書く。これを、ファニメーションさんはとにかくですね、あの、トランスレールズノートなんて使うのは犯罪に等しいと思ってるかどうかわかんないですけど、絶対に使わないですし、とにかく英語に全部したいっていう、病的に、あの、特にクランチローさんのに慣れてると。っていうファニメーションさんなんですけど、 前回ではとうとう、これはもう無理だと、値を上げたんでしょうね。in Japanese, これ translator's note じゃん。とうとう、ファニメーションさんも、我らが translator's note 勢力の愚毛に下ったか、ということが前回ありましたけど、in Japanese, you combine the 漢字 for fish and hart to write the rattle. ってね、もう解説ですよ。translator's note ですよ。まあ、ここにその、日本語での解説が書かれてるんで、これの字幕だと思いねえ、みたいな。 うん。まあ、そういう解釈をしてもらうように書いたんですよと言っても嘘ではないな。うん。日本語ではとはないですけど、魚辺に熱いと書いて、シーラ、ドラードとはね、書いてありますんで、まあ嘘ではないという感じです。これは面白かったですね。うん。このぐらい complicated な解説になると、ファニメーションさんでも translator's note 多分これは、いや、画面内のあれを字幕にしたわけですってね。なんかもう、そういう言い訳のためじゃないかっていう。 ぐらいの姿勢を感じるんですけど、下ると。あと、細かいですけどね。粗挽き胡椒をかけてっていうところで、粗挽きペーパーズですって。いや、粗挽きペパーズなんてさ、わかんないですけど、Rough grounded black pepper とかじゃないの。単に粗く引いたってだけですよ。全然英語でもあるでしょ。なんでここ急に日本語の粗挽きにしたのファニメーションさんは。ね、この辺よくわかんないですよね。で、ここは粗挽きになってんのに、その手前での、あの、 そぎ切りのところは、チョピラープってなってんすよ。普通に切って手ってだけなってて、なんで粗引きみたいな英語でも全然ありそうなやつはわざわざ日本語のまんまの粗引きにしといて、そぎ切りみたいな特殊な、これは日本語にしかないかもしんないみたいな技の説明になると、チョピラープって普通のやり方の英語にしてしまう。ねえ、この辺ちょっと一貫性のなさ感じるんすよね。ファニメーションさんのね、相変わらず。あとね、そう。 お札取ってくる、よくあるでしょ肝試しに前回ありました。ちなみに肝試しは大体の場合は、テストオブエンカレッジですね。本当に有機試験ですけど、まあこれはどこの作品でも大体テストオブエンカレッジなんでまあ、大体それが定約なんですかね。向こうでもそういう遊びがあるのかもしれないですけど、あの時に細かいですよ、これも。よく私もこれ気づいたなと思うんですけど、自分で。お札を取ってきますっていうよくあるやつ。 で、先生がお札先生ですよね、あれ。お札を持たれてるんですよ。あそこにまた、あのー、以前ありました、みかんの、なんで、その画面の右端、右下端にあるみかんを、その前のカットでは訳していなかったのを、急に訳したくなって、マンダリンってつけたのかわかんない、あの現象と同じく、あのお札だけ急に訳したくなったらしく、字幕ついてたんですけど、プライズってなってるんですよ。商品賞金 <laughs> あのさ、別によくないそこは。 なんかいるっけ字幕。あれっすかねお礼と間違えた。あ、これ字幕いるよな。これお礼じゃんっつって。付けるならちゃんと付けてよっていうね。まあ、お札はちょっと難しいかな。お札なんて言いますかね。うん。お札。そうね。あの、お守りはね、よく、チャラムとかね、訳されますけどね。ラッキーチャラムとかね。あの、縁結びは、relationship ム r m とかね、あるんですけど、お札って、英語でどうするあの、封印のやつはね、セーリングですけど、封印するお札の方は。 お札、ああベル。あ、でもチャームもあるな。アミュレットね。うん。だから、ベルか、チャームか、アミュレットか、お札じゃねえんすよ。お札なんすよ。五フ五フだったらなんだ。アミュレットか、ああなるほどね。うん。お守り、魔除けっすね。だから、魔除けなんだな。あ、あとそうだ。タリスマンだ。うん。だから、ベルか、チャームか、アミュレットか、タリスマンね。うん。お札はないのかな。ああいう紙切れでやる、 やつを特に刺すやつはないのかわかんないですけど。あ、うん、なんですよ。お札がプライズになってんすよ。まあなんか読み間違えたか、またあのおにぎりがジェリースタ t a ド f ナ d トになってたポケモンの今ミームになってるやつみたいに過剰なローカライズをしてしまったかなわかんないですけど。なことがありました。<laughs> 細かいですけどね。細かいけどなんでっていうすごい引っかかるところがねありまして。で、あとリアクションはですね。 ジェイさん、クイーン・リージーさん、ランドム・ランボ・プロダクションさんと。うん。まあ相変わらず順調ですし。しかしあのー、エクス・リーグさんの、とにかくドラマが怖いというか、その、アニメでまで人の服を見たくないっていうのはまあ、わかりますし、なんですけど、本当にああいうのがね、恐ろしいみたいで、前回みたいに、ほとんど釣りのことばっかだったね、みたいな。やっぱりね、本当に経過されてますね。ああいうのに。ですけどまあ、毎回ね、楽しまれてますし、 今回のリアクションも皆さんの背景すんの楽しみです。で、ディスカッションですね。うん。前回はね、やっぱり、釣りそのもののお話も多かったんですけど、一個ね、ユーザーさんというか、ファンの皆さんの中で、ああ、この人、なるほど、ってことがありました。雪だろうが扱ろうが、釣りはやらなければならない。そして、父親のために用意されていた釣り堀が、ヒロイの手に渡ることになった。運命とは、このことだ。うん。あれは本当に、吉永お父さん、粋なことされますねー。 じゃあ、娘さんにあげようっていうね。うん。で、別にそれを、なんか特別感出すわけでもなく、普通にあげるよっつってね。ああいうとこにくいよな。でね、そうそう。ああ、いらっしゃいましたね。っていう、クソカオトゥエニーさんです。<laughs> なんすかこのお名前っていうね。まあやっぱりね、うん、この作品では、ゆるキャンセカンドシーズンの時に散々楽しく拝見したコメントを書かれた方がね、再び読みかけしてるんですけど、そうそう。 クソカオトゥエニーさんもその時に、ゆるキャンの時にいろいろご紹介しましたし、得意技というか、得意な分野が、こういうね、聖地特定なんですよね。クソカオトゥエニーさんは。その名前、なんとか、まだ変えられてないですかと思ったんですけど、それと同時にね、このスローループの中で何回かご紹介している、あれ、あの方って名前と得意分野に共通点ないっていうね、人がいらっしゃいまして、あれ、もしかしてと思ってたんですけど、 まあ、それは後で触れますが、なんでそのお名前にされたんですかクソ顔テてニーさん。ね、悪口っぽいから、<laughs> シティズンヘンタイさんもなかなかでしたけどね。そういえば、シティズンヘンタイさん <laughs>、すごい脱線だけど、リアクションやられないですね。特にアニメリアクション。いろんなその、流行った動画のリアクションとかね、やられてますよね。今ね、うん。アニメリアクションはもう、やられないっぽいなあの感じだとね。という、お名前をただ呼んでるだけで、悪口に聞こえてしまうので、非常に、 言いいにくいクソトゥエニさんですカフェバーベースフィールドは前回のカレー店と全く同様実在のカフェカフェバーベースキャンプを模している、はああなるほどベースフィールドとベースキャンプの改変かなるほどねただし実在のついになるのは横須賀ではなく東京のものであるはあ東京から持ってきたんだなんでかのヒントはね後でありますカフェバーベースキャンプは クレディットの制作協力に記載されている <laughs> す。す、ごいけど <laughs>。なんでわかんのね、この人おかしいんですよ、その、聖地特定の能力が。で、お前日本語読めんだろ、っていうね、疑いが濃厚なんですよね、ずっと。というね、まだあるんですけどね。あとこれですね。うん。ひながアイコンの方ですからね。そらこの作品はご覧になってるでしょうけど、ですわねさん <laughs>。おもろいわ、名前が。この場面は見るもおかしい、という一言で、 画像を貼られてるんですけど、これがね、前回の私も引っかかったし、面白いなと思って、なんかずっとね、これ残ってるんですよ。この一週間ずっと残ってましたよ。この一場面。人間は陸から離れては生きていけないんだーっていうあの場面なんですけど、あそこ惜しいな場面でしたよ。ねー、わかんないですけどね。他の人から同意してもらえるか。私にとっては本当にね、その書き方、間、ま、言葉選び、演出、SE、劇版デコハルの表情、 あの姿勢でなんかドベっていう動作全部がなんかねそんなめちゃくちゃ豪速球ではないんですけどツボに入ってくるんですよだいぶやわりとですけどツボに入ってくるんですよなんかこれずっと残ってんですよねでねまあこれこれがねまた後で上げてる人いるんですけどまたねクソカウトェエニーさんですよねね恋の釣り具屋は実際に存在する Permit ではなく Permit Fly Shop という名前でではあるがあーパラミットっていう魚もいいんのねあーじゃあ これは改変なんだけど、すごくうまい改変なんだな。元の名前を変えても、釣りとのつながりを保っているという。うん。うんうんうん。へえ。場所も横須賀ではなく、東京の千代田区水道橋にある。で、カフェバー、ベースキャンプから歩いてたったの数分だ。だから、わかんないですけど、取材に行かせてもらったお店と、その近くにある、やっぱり飲食店の今度は、取材をさせてもらったスタジオさんの近くにある、 お店を横須賀に持ってきたのかなっていうね、感じありますよね。でね、Google ストリートビューのリンクを貼っていただいております。ね、聖地特定が得意なクソカオテイニーさん,んですけど、この仕事ぶりとお名前の感じからしてちょっとありましたが、あとですね、あれは小春が釣りに成功したが日和は失敗した。初めてだね。彼女はよくこんなところまで来たものだ。 ミアの楓役で日笠洋子が出演者に加わった。楓の声は聞き覚えがあったのだが、明確に指摘はできなかったよ。というね、日笠洋子さんの話題ありましたね。で、メカロパンさん。これは何回か、うん、この点のご指摘はされてますが、私は彼らがこの物語に若い大人の女性を、親御さんたちや学生時代からの友人とともに登場させるところを愛している。出てくるキャラクターたちの年齢層が幅広い作品の方が、 ほとんど常に私にとって特別惹かれるものだ。じゃあ彼らは太平洋側で釣りをしていたのだろうね。この作品の舞台がどこかはもうみんなが言っていたはずと思う。横須賀とかそのあたりだったかな不正解です。が、再掲があっても嬉しいかもね。今回はまだのっけから低評価に投じた投票者を見かけないので良かった。計画的なあるいは嵐的な低評価を引き寄せるほど人気がないのかもしれない。 まあいいや。少なくとも私にとっては、これはまだ、もう一週間も私の上位にとどまっているんだけどね。うん。このね、そう、うんうんうん。やっぱ、一回気づかれるとね、その、政治 DCT 絶対殺す爆撃団とか、なんか知んないけど、それ、それ何の意味があるのっていう。なんか特定の作品の、それとか、投票フォーラムに来て、一点だけつけて、他何もしないで去っていくっていう、何がしたいんですかっていう。それが、 あなた方にとって何の得があるんですかっていうことをしてる人がね、うん。やっぱ見つけられたばっかりですからね、そういう一上がいるということを。なんで、ね、目立ちますよね。でね、やっぱこのメクラーパーさんがよくおっしゃる、いろんな年齢層とか、あといろんな、その、属している層の登場人物がいると点数高いっていうね、ところに関してですけど、変身で、ここは神に感謝したい。私は全面賛成する。というね、方がいらっしゃいました。 で、コズミックペンギン先輩ですね。コズミックペンギン OV103 さん。豆知識。<laughs> まあ、いいですけど。今日の魚は、現在88ある星座の一つとして描かれている。そうなんだ。ドラード。少なくないですか ?88 しかないの星座って。ね。まあ、そんだけあったら十分っすか。コンセレーション。さすがコズミックペンギン先輩ね。ドラードにかけて、無理やり、無理やり <laughs>、だいぶちょっと引っ張りましたね。コズミック方面へ。ですけど、まあ、これは、うん。 コズミックペンギンさんらしい豆知識ですね。これと他の多くの動物たちははるか南の夜空にいる南半球の方が星が見やすいんでしょうかまあ陸地が少ないですからねだから海流が真横にすごく力強くて大変っていうねよりもいで学びましたけどそれだけではなくそこは我らが天の川に最も近い主要銀河の居場所でダウンアンダーや南半球では肉眼で簡単に見ることができる。 で、このね、ダウンアンダルっていうのは何かと思っていたんですけど、これが、英国から見て地球の正反対側の場所という、まあ、俗語なんですけど、そういうなんか、皆さんの英国に対して持たれている大英帝国のおごり的なものが滲んでいる名称なんで、まあ、皮肉で使われるんでしょう。世界の中心大英帝国様からご覧になると地球の反対側の部分ではございますがっていうね、らしいですね。で、やっぱりね、面白いですけどね、<laughs> 無理やり、 無理やりコズミック要素。エピソード中の私。おでかした。みんなが魚を釣ったぞ。なんて癒されるんだ。エピソードが終わった後の私。はぁ、あ。じゃあ、いてざ、わいしょう、だが、が、墓秋にそうだったように、俺たちのケツを狙っているんだな。詳しいですね、この人。まあね、職はされて、ついついそっちの方の、ウィキのキリのない脱線の度に、私を送り込んでくれてありがとう。というね。<laughs> 気づいたら数時間経ってることありますけどね。遊式の時によくあったやつですね。作中でもありましたけどね。で、 ね。フィッシングボーイのボルワンケイさん。ほっほっほ。ドラードは掘り出し物だったね。一匹も釣ったことはないけど。多分一切釣ろうとしたことがないからだろう。<laughs> じゃあ釣ったことあるわけないですね。うーん。うんうんん。掘り出し物ね。プライズドキャッチ。ですね。こんにちは、釣り友達よ。今週は何を話すべきかわからないので、エピソードについてのコメントだけにしておこう。まあそれでも結構ありましたけど、みんなは夜釣りに行くのかと思ったよ。うんうん。最初暗かったですもんね。明け方に出るんだな。 いやあ、波は遠くに出れば穏やかになる。海峡にぶつかったり、スコールが発生したりしない限りね。そうすると、ローラーコースターに逆戻りだ。うん。まあやっぱり、当たり前ですけど、ジェットコースターは、ローラーコースター。これはもうほぼ、全部の作品はそうですね。でね、魚を呼び寄せるために、彼らがやっていたことは、ちょっとダメ押し感がある。戦場から単にチャムを投げりゃ、フレンジーを始められるよ。というね、このフレンジーっていうのが、あの、餌付け騒ぎ。負けに獲物が殺到して騒ぎになる。 あれっすねフレンジねまあこれちょいちょいね書き方をご覧になるとすごい鉛が強いよく南部鉛の表現でね出てくる漢字の略称とか崩れた書き方されてるんですけどね地元の漁師が自動的にどこが漁場かわかるのは言っておくが魔女の秘術だというねうん漁師の感か「えいよーわ f u c ー」っていうね <laughs> ねこれはうんなんか田舎方言っぽい言い方っすよね漁師の方言漁師っぽい鉛なんすか あの大きさの魚が特にあの道具であんなに弱い弾き方でいいわけないだろう。そうなんだ。いや、釣ったのを逃がすのは落胆を感じるよね。釣って料理して、ういうお店もあるんじゃなかったかな。ほら、自分で釣ったのを料理する。うん、全然あるんじゃないですか。自分で料理するやつのことですかね。あとね、うん、やっぱヒカサさんね。おい、宮野の声は聞き覚えがあるぞ。あ、ヒカサ陽子だ。さすがですね。確認されたんですかね。あのマイアニメリストのデータベースとかご覧になって。で、 ズルしてるみたいに感じるのはわかるけど、三本針にしおけば、釣ったものを逃がすことはないよ。なるほどね。だから、あんなに弱い引き方体重いですからね。だから、三本針ってのはあるんですね。なるほど、なるほど。で、あと、狩猟ですけどね。うん。狩猟の場面ありますかねカエデさんの、メクラパーさんのコメントです。ホハルは狩猟にりほう。 少なくとも、キス上は、彼女の好む考え方からするとね、探偵刑事者の冒険活劇が好きに違いない。なあなるほど。うん。あの、いちいち物騒なところから見るとですね。で、マヒマヒですね。うん。これはね、そうそうっていうね。マヒマヒの方がやっぱ、まあそりゃそうですよね。シーラなんて、日本語、日本人の私でも存じ上げなかったですからね。マヒマヒの方が有名だと。で、マヒマヒっていう名前が出てきて初めて、あ、シーラっていうのは、マヒマヒのことかというね、会話が、 ブランドマラボープロダクションさんで言及があったりとか、あとこれなんですけどね、まひまひ、ちょっとした豆知識、ペルシャ語、私の母語。で、麻痺は、文字通り魚を意味するんだ。だから、そういうこと。というね。へえそうなんだ。で、ペルシャ語ってことは、イランの人ですかね。まあ、ネイティブランゲージ。ね。母国語っていう、英語はないですからね。マートルタングとか、この方みたいに、ネイティブランゲージと。へえだから、魚魚か。で、 スローループでは何回かご紹介してました。で、そのたんびに、やっぱり、その、お名前なんとかなりませんかと思っていた、うんこたまセブリンさん。なるほどね。クソカオテイニーさんと同一人物だったか。そういうことか。ね。お名前もなんでそれなんすかっていうところと、得意分野のね、共通点で、あれもしかしてと思っていたら、今回ね、久々にクソカオテイニーさんを、マイアニメリストで拝見して、あ,あ、そうだったと。 思ったんですけど、それと同時に今期、スローループのレディットの方のスレでは、うんごたまセベリーさんが、そういえば同じような、お呼び申し上げにくいお名前で、で、似たような系統の特定作業されてるんだが、と思っていたら、やっぱりね、完全にコメントない後ろですんで、お、同じ人だったか。まあ、そらそうっすよね。うん。すごい納得感。ってことがありました。でね、これもね、その、小春さんの面白いところでしたけど、前回の、ペンギンは見習ってっていうね、 なんでヤブカラ棒にペンギンにとばっちりが行かなきゃいけないんだろうっていう、あれやっぱり面白かったみたいで、あー、なるほどなるほど。見習えが、ゲラクルーですって。クルーっていうのは、まあこのゲラクルーが何を意味するかとかは、まあその空気読めとか、うん、なんとなくその雰囲気でつかめみたいな。クルーっていうのは手がかりですからね。手がかりとか、そういうやつなんで、ゲラクルペンギンズですって。 でコアルは世界中のペンギンに対し宣戦布告として言ったというねうん。まあ、ペンギンもそうですけどこの人ですよね特に怒った知らせの声うん。<laughs> 世界中のペンギンとペンギンファンを同時に敵に回すという恐ろしいやつですでさっきのねちょっと Freedom Units ですけどなんで38度が100度に翻訳されたんだよ w ファというなぜなら C ではなく F に変更されたからアメリカ流の翻訳だったね で、サイプラサイズさん。気候変動は彼らに本当に大変な打撃を与えているに違いない。<laughs> 頭やられてるっていううん。そうなんですよ。ありがとう。摂氏に訳し直すには、私は物臭すぎてさ。というね。めんどくさかった。なんでこれね。<laughs> なんでわざわざ米国でしかほとんど、まあ米国の視聴者が一番多いのかスローループは。ファニメーションさんの顧客はかもしれないですけど、そう。摂氏ね、セロシオスをファーレンハイトに変換されてしまったんで、 OK, Google.100 degrees Fahrenheit in Celsius.37.778 度ですってっていうね。なぜか <laughs> されてましたね。なんでそういう変なところを、やっぱ、その、方針のブレもそうだし、時々過剰なんですよね。そこは別に38度 C って書いておいたら、あ、摂氏で言ってんだなと。フリーダムミニッツじゃないんだと。わかる商にね。なぜか <laughs>、h ファーレンハイトに訳されてたんですよね。訳されてた変換されてた ですね。100度なんですね。38度は。で、またね、うん。うんこ玉セブニーさんのお名前で、クソ顔テイニーさんが、マイアニメリストのすでに書かれたのと同じ特定のコメントをね、書かれてます。で、こちらではまた別の反応がありまして、これは凝っているね。あの、プラミッドとハラミットの比較ですね。窓に貼ってある小さなデカールや、魚の広告まで書いてあるのが気に入ったよ。 最初窓の反射まで同じものが書かれているのかと思ったが、よく見ると、あれは広告の一部なんだろうね。うーん。なるほどね。丸写しではなく、そういうところは独自のものに変えてあると。うーん。なんでしょうね。スタッフさんの行きつけのお店とか、釣り具屋さん、カフェバーなのかなで、サイバーサイズさんね。うん。いつも、それで遅い方すけど、まあしょうがないっすわ。サイバーサイズさんはね、いろいろ調べ物とか必要になりますんで。で、毎回私もね、 期待しておりますが彼らののブブローははコメントフェイスにに最適だこ枚とうん。<laughs> 相変わらずなんですけどね。萌えブローブ。萌えの塊。なんですけど、これね、今回サイバーサイズさんが、その、1枚あげられてんのがまたこの、小春のね、あの場面なんですよ。これは何なんですかねこれすごく私、印象深いし、独特な魅力、ずっと残るんですよね、これ。を感じるんですよ。なぜか、そういうの 謎だけどね。うん。まあなんか独特のフークがあるんでしょうね。<laughs> これはな。うん。堤防でもありましたけどね。でね、前回サイバーサイズさんが題材に選ばれたのは、君たちがバジュルゲーム。バジュルでてあってる。これがね、穴熊らしいんですけど。バジュルか。はあ。バジュルゲーム。まあ、穴熊ゲームですね。とは何か気になっている場合のために、念のため、誰かを騙して脅迫できる状況に追い込むコーンゲーム。 信用詐欺のことだ。う、は、ん、あ。だから、あの、デート商法とか、ああいうのでもありますけど、友達とか、恋愛関係を期待させる、で信用させて、脅迫に追い込む、穴倉まで誘い込む、囲える場所まで、型にはめられる場所まで、誘い込む、系統の信用詐欺のこと、らしいですね。古典的な例は、綺麗な女性にある標的を誘惑させて、不義の関係にさせ、ついでその部屋に別の誰かが踏み込んで、 その標的から金をしとし取るか、さもなければ不倫を暴露するというものだ。日本語での語句、つつもたせですね。あよく、あの、小春のね、一言だけから、か日本語字幕、日本語で、なんて書いてあるのかどっかで突き止められたんだろうか、だけど、つつもたせは、基本的に、美人の常時、遊び、と読むが、君の名は、では、キャルフェイシェル、なりすまし、かともローカライズされていたと思う。 なんだへえ。ま、あいろいろありますね。このキャルフェシェーデっていうのは、えー、魅力的な若い女性という偽ったプロフィールって、それに食いついた人を釣る、よくある釣り用のそれこそ、なりすましのことを言うらしいですね。はあ。ま、あ相変わらずすごい、その、日本語での語句の特定能力と、教養と、こういうことを調べる、根気ですね。だいぶ手間でしょうけど、毎回ね。 わざわざそれの後ろの方になってしまっても、こういうことを毎回書かれていてね。面白いっすわ。今回は途中でもいらっしゃいましたけど。というね、ディスカッションされていた皆さんが今回どの辺に反応期でしょうかね。振り返っていきますけど。結婚式ね。ウェディングプィもう冒頭から大変カ愛らしい。双葉さんと、あの、恋さんの熱いですからね。そりゃそうっすよね。カ愛らしいわ。今回やばいですね。何回カ愛らしいって言ったかわかんないですわ。 で、結婚式なんですよね。宿題ね。うん。まあ、得意分野を教え合うはすごく、ね、せっかくみんなでやってますし、全然その範囲違うんじゃないですか、と思っていた双葉さんは、まあ、全然お姉さんですからね、さすがに、双葉さん今いくつぐらいか存じ上げないですけど、教えられるでしょうし、大丈夫だったみたいだし、これはなんか冒頭、導入部分からすでにあの、CGDCT 界隈では伝説になっている、カーフィーグリーンティーカ Coffee, Green を 思い出すんだよなぁと思っていたらまさかの小春がそうカタカナアレルギーでしょでそれをまたねやっぱりサイバーサイズさんに言われてまた長ったらしい役にされたねみたいなありましたしうんこれ好きな人はほんとっていうかめっちゃ多いですよねアニメのキャラがイングリッシュで喋ってるのがほんとに面白い興味深いリアクションとかでもその瞬間だけはっっていうすっごいみんな聞き耳立ててはっってね言うことありますしこれは そういうの好きな方には、で多いですし、そういう方、すごかったでしょうね、これ。で、実際興味深いですわ。で、じゃあ、小春そんなさ、いげんのと思っていたら、テストの点数はああ、なるほど。悪くないっすよね、小春さんの。あのー、日本語では連絡ってありますけど、英語でもやっぱり単語が連続してる時は、前の単語の語尾が、次の単語の語頭の母音と一緒になってね、さっきちょっと言いましたけど、chop it, だったら、チョップ e ップなりますし、その辺のコツ知ってんな。ひよかさんか、音感さんか、誰かの指導が入ったか、原作の時から、小原さんはそのぐらいはご存知とかね。I hope you like i t そう like it. うん、これなんですよね。よくもう本当にベッタベタの日本語なまりだと、like it ってなっちゃうんですけど、like it. うん、これは知ってんな。it's homemade cookies. うん、全然いいわ。 I prepared it for a study session. うん。もう一回聞いたらわかりましたわ。なんつってるか。まあ、字幕は多分、この英文をそのまま書いてくれるか、日本語なまりになってるよっていうことを表現するために、これはね、ファニメーションさんの硬い字幕でもそういうことはありますんで、どうなるかな。うん。Do you like it? じゃなくて、Do you like it? コイさんはベッタベタの日本語なのはわざとですかね。サンキューとかね。What? これ何回も申し上げてますけど、私。 誰 ?what? を、what って読もうって決めた。まあ、それ以外にもね、我が国の英語教育というやつは完全にくたばっておりますんで、そんなとこだけじゃないんですけど、なんすか what って。なめてんのかあと、<laughs> まあ、切れないですけど、ヘンドローをハンドルとか、trouble をトラブルとか。<laughs> まあでもやっぱり、またしても、ティー関連で名言出ましたね。麦ティーね、バラレーティーです。 合ってますよね <laughs>。散々言っといて、私が間違ってる。ただ、ないんすよね。向こうに。めったにね。うん、やっぱり、日本のが、ローカライズされたやつ、ハウス食品の、バーレイティ、うん、麦茶って書いてある。ないんすよね。日本人にとっては、ソウルドリンクですけど、そうなんですよ。バーレイティーで、だから、ね、英語の名前でめったに聞かないのは、英語圏にほとんどないんすよね。バーレイティーは。だから、麦ティーになるっていう、これはすごく、うん、本当にありそう。 ああ、おもろ。これはおもろ。はあ。フライラインの合数ね。ライン自体の重みでフライを目的の場所まで運ぶんですよね。う、は、ん、あ。発想がすごいですよね。重くするとどうしてもね、その、擬態にならない。特に水面に浮かぶやつは。だからどうしようかと。浮きをつけたら形変わっちゃうし、浮きやすい素材だとやっぱり飛ばないし。釣り糸では。だからフライラインという重い糸でやればいいじゃないか。 で、それはリールを、あのー、スピニングリールでぐるぐるやるんじゃなくて、指で引っ張るんだと。はぁ、あ、すごいっすよね。どうしてもそのフライという、まあ使えるんでしょうね。すごく偽装として優秀なんでしょう。だからこれが飛ばせさえすれば、はぁ、あ、工夫だなぁ。で、なんでこれがフリーダムニッツなんですかまあこれまたあるんでしょうね。コアルズ・イングリッシュのところもそうでしょうけど、ここもあるでしょうね。なんでそんなもん、米国が仕切ってんだと、他の国使ってないですからね。フリーダムニッツは。 最盛期、フリーダムユニッツの前世紀でも数カ国でしたもんね。今完全にミートリックが石巻しておりますね。で、これね、そう、やっぱこれは、うん。私が他人に対してそういうものを求めてないかな。自分の趣味というか自分の好きをこらえてまで付き合わなきゃいけない人とだったら別に友達今でならなくていいわ、とかね。うん。そういう感じだな。まあこれはね、よくありますけどね。オタク趣味を少なくとも 別に興味示さなくったって全然いいです。バカにされるのも全然いいです。オタクっぽいとか、くだらねえとか、時間の無駄だとか、そんなことを言われるのも全然私は気にならないですけど、やめさせようとすんのだけは絶対になしです。なんでね、まあそのぐらい共感がなかったって、バカにされたって全然構わないですけど、やらせんのまでやめさせようとすんのは、それはもう友達がどうこうじゃなくて、完全に人の好きを、 なくそうとしてる行為なんで、それは付き合う人間として考えられないですね。いかなる関係であっても。なんでね、まあこれはやっぱり人それぞれなんかな。でもオタクではよく感覚の一致を見ますよ。ですよね、みたいなことすごく多い。<laughs> これまたね、エックスクリーグさんがおっしゃってましたけど、その学校とか職場とかで知り合って、僕ゲームが好きなんだって言って、馬鹿にしてくる人とは最初から友達になる必要ないと。分かっていいじゃないか、みたいなね、ことありましたし、うん。この辺の双葉さんの まあ、可愛らしいですけどね。これをどうするか。で、そこにまた恋さんがいいことをおっしゃってくれんなあ毎回ね。で、ね。愛子さんはあんまりこれまでね、どんな方かわかんなかったんで、ちょっと不安もあったんですけど、基本的にわざわざおっしゃらないだけで、双葉さんのことは大好きだし、すごく大事にしてくれてる。で、さらには気遣ってくれてると。ね、悲らしかったですね、本当にね。真珠のアクセサリーが作れる。うわぁ、これ、これいいな で、これ、それはね、好きでしょうね。特に愛子さんは。はあ、このくだりの可愛らしさやばいっすね。これちょっと愛子さん誤解されてますけど、これは、ユリ勢力は、この愛子さんの、まあ解釈次第で、相当ユリ方面に強く受け止められる。この反応は、うん、言われてんだろうな。確かにね、告白と勘違いしたんじゃないかっていう、まあ実際そうかもしれませんし、 <laughs> そうなんですよね。これずっとあるんですけど、ひよりさんもね、お姉さんとの関係がありまして、ここはまた <laughs>、あの、前評判の時からね、有利があるんじゃないかってことを言われてましたけど、お姉ちゃんちょっとね、この二人の話もそのうち、姉妹としての関係になるか、姉妹でもない、友達でもない、でも家族みたいな、なっていくのか、ね、小春が反応ありましたね。あの二人の姿と、ひよりさんのそこで二人にかけた言葉に対して、で、軽流で、 渓流の缶釣りか、へえ。うん、うん,ん,ん、うん、うん。あの指輪の話から結婚指輪、そしてそういえば結婚式はと、うん。この辺はまあ多分だけど、あんまりそういう強調したくないというか、まだ戸惑いもあるし、不慣れなところもあるし、あんまり急激な環境の変化とか、とりあえず二人の夫婦関係の地固めより先に娘二人が、 関係構築していけるようにとか、多分子供を優先してくれてるんでしょうね。なんかそういう、あのご両親だとね、そういう気遣いをされそうだわ。自分たちの再婚だ家よりは、うん、子供たちをまず安心させて、この新しいみなぎ家を安心できる、頼れる場所にしていくことを優先されてるんじゃないかなっていうぐらいね、のご両親ですからね。で、それでね、子供の方から結婚式やってあげようっていうね、素晴らしいわ。 最高っすよね。壊れたいものだ、人とは。ウェディングドレスうん。自分が将来着れるようにとか、あと、石川さんもね、そうでしたけど、自分の心配したら、嫁行くとかはさ、まず。で、その、小春さんすごいっすよね。今日やろうっすよ。で、今日やる。つきましては、手料理を振る舞ってあげたい。つきましては、それに使う魚を、このフライで取ります。っていう。<laughs> 私は、ちょっとそれ、無謀。 過ぎて多分、やんないですわ多分第2案、第3案を用意しといて、二重三重にバックアップがあって初めて、一番理想の戦果を上げるのは、その第1案ですけど、いやー、よくやるわ。で、それをね、本当に結果出しましたもんね。うーん。で、ご両親のね、あの感動ぶり、わかりますわ。昨日以上の結婚式なんてもう、このように出現しないでしょ。 いやー素晴らしい。本当に、その、それぞれの親御さんが再婚して、新たに家族になって、するならも、ねバタバタしてるし、神経使うし、大変であろうという。で、ご両親は実際ね、そういうふうに気づかれてましたし、その子供たちの方から結婚式やってあげようよ、みたいなのも、本当に美しいですし、それを受けたご両親も、あんだけ喜んでくれたらね、うん。 かるわーという最後まで素晴らしいお話でしたしでねあたがもうこれで正式に夫婦になったことを象徴するかのようなつがいの庭が飛んでいくというねうん前回のあのね夜空に浮かぶ3つの星もそうでしたけど本当にねそういう素敵な演出この作品は綺麗だし上手ですねというね最後まで いろいろ本当に素敵だし、新しいことがたくさんあった今回なんで、そういうところは皆さんの反応が大きいでしょうかね。なんで、次回までの間にまたその辺のところをいろいろと拝見して回って、何か面白いことがありましたらお話しようかなと思っているところでございます。っていうところですかね、今回は。そんな感じでスローループ第7話見ていきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。